and gentlemen, welcome on his way to the ring, the challenger for this heavyweight championship bout, James Buster Douglas. ダグラスの世界タイトル奪取を祈って作られたオリジナル曲 When It All が東京ドームの巨大な空間に響き渡ります。デトロイトの南270キロ、周辺にはのどかな田園地帯が広がるオハイオ州コロンバスは、アメリカンフットボールの強豪オハイオ州立大学のキャンパスのある街としても知られておりますが、挑戦者このダグラスにとりまして、コロンバスは29年間住み慣れた土地でもあります。10歳の時から元プロボクサーでミドル級の世界ランカーだった父親のビル・ダグラスにボクシングの手ほどきを受けました。幼い頃、友達にいじめられては泣いてばかりいたジェームズにボクシングを始めるように勧めたのは実は母親のルーラさんでした。いじめられたらいじめ返してやりなさいといつもジェームズを勇気づけていた気の強い女性ルーラさんは、ジェームズが東京に向けて出発する直前この世を去りました。世界チャンピオンになってねと励ましてくれた母の言葉を耳に刻みつけて、今東京ドームのリングに向かいます。1984年4月7日、24歳の誕生日にマネージャーのジョン・ジョンソンとトレーナーの J.D. マコーリーがダグラスと将来性を見込んでチームを組みました。以来世界チャンピオンを目指して一歩一歩一戦一戦着実に力をつけて今日を迎えております。ニックネームのバスターは物をぶち壊す人、破壊者という意味です。東京ドームでヘビー級史上に新たな1ページを書き加えると自信たっぷりの挑戦者。純白のガウンとトランクスはアメリカのスポーツ用品メーカーがこのタイトルマッチのために用意しました。リングシューズに飾られたフリンジが軽快なステップを約束しているようです。 WBC3 位、 WBA4 位、挑戦者ジェームズ・バスター・ダグラスです。Ladies and gentlemen, now making his way to the ring, the undefeated, undisputed heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson!球場で最強のボクサーが今度は広い宇宙で一番強い男であることを証明したいと再び東京にやってきたチャンピオン、アイアン・マイク・タイソンです。トニー・タップスの巨体を2ラウンド終了間には東京ドームのキャンパスに沈め、3度目の防衛に成功してから早2年、タイソンはこの間さらに3度の防衛を果たしました。過去6度の防衛はいずれも KO 勝ちです。中でも一昨年の6月にはマイケル・スピンクスを91秒、去年7月にはカール・ウィリアムスを93秒、いずれも1ラウンドで勝負をつけました。果たして今日はその真ん中の92秒になるのか、それともヘビー級史上最短ナックアウト記録、1900年ジェームズ・ジェフリーズがマークした1ラウンド55秒を90年ぶりに書き換えるんでしょうか。興味は尽きません。今リングに向かうタイソンにはアーロン・スノーウェル、そしてジェイ・ブライト両トレーナーが付き添います。若干23歳で早くも伝説的なボクサーとまで言われるようになったこのチャンピオン・タイソンをどのように支えていくんでしょうか。チームタイソンの進化が改めて問われる一戦でもあります。この試合の後、6月18日アメリカで8度目の防衛戦が予定されているチャンピオン、相手は WBA、WBC ともに1位、名実ともに最強の挑戦者といわれるイベンダー・ホリフィールド、そのホリフィールドが見上げるリングに今登場いたしました。統一世界ヘビー級チャンピオン、アイアン・マイク・タイソン、今日もたっぷりと汗をかいております。Ladies and gentlemen, before the introductions of the principals, we have with us a presentation by the World Boxing Association of a Joe Louis Heavyweight Super Belt given to Mike Tyson on behalf of his many successful defenses of the heavyweight crown. On behalf of the WBA, we have the Japan Boxing Commission Chief Commissioner.リング上には WBA のロベルト・メンドーサ会長、そして WBC ホセ・スレイマン会長も上がっておりますが、ここで日本ボクシングコミッション保坂誠コミッショナーのコミッショナー宣言が行われます。小刻みに体を揺すりますマイク・タイソンです。さあジミー・レノン・ジュニアリングアナウンサーが両選手を紹介いたします。
日本のボクシングファンの皆様、こんにちは。日本語が入りました。2年6ヶ月6度にわたって守り続けてきた統一世界ヘビー級タイトル、果たしてこの2年ぶりの東京ドームでどんなファイトを見せてくれるか。右赤コーナーのチャンピオン、アイアンマイク・タイソン。今日のジャッジはアメリカ・ロサンゼルスからダリー・ロザビラさん、そして日本から森田健さん、内田正和さん。この3人は前回2年前のこの東京ドームの試合と全く同じです。そしてレフェリーです。これが2度目の来日になります、オクタビオ・メイランさん。この方です。メキシコ42歳です。今回が31回目の世界タイトルマッチのレフェリーを務めます。80年のロベルト・ディラン対シュガー・レイ・レナードの試合もレフェリーを務めているメイランさん。日本では83年にブルース・カリー対赤井秀和のあのタイトルマッチのレフェリーを務めました。今ジミー・レノン・ジュニアからジャッジが紹介されました。そして続いてレフェリーの紹介です。Introducing to you, first match challenger on my right in the blue corner. He's entering the ring wearing white trunks with red trim and fighting out of Columbus, Ohio. His weight 231 and 1/2 pounds. His record 29 wins, 4 defeats, 1 loss, 1 draw, with 19 wins by way of knockout. He's ranked number 3 by the WBC.これまでで最高のコンディションを作り上げることができたという挑戦者。タイソンの最大のウィークポイントは俺ダグラス・サト。強気の一言が自信の表れかもしれません。Hailing from Catskill, New York, he weighed in at a ring of 220 and 1/2 pounds. His outstanding record, 37 wins, no defeats, with 33 big wins by way of knockout. He's making his 10th defense of the heavyweight crown, introducing the undefeated and undisputed heavyweight champion of the world, the one and only...37戦37勝、アンディスピューティド、比類なき世界ヘビー級チャンピオン、アイアン・マイク・タイソン、23歳です。メイランレフェリーから両選手に試合前の注意が行われますが、長嶋さん、はい、リングサイドにお越しいただきましたが、さあ1年ごとにご覧になっているタイソン、今日の表情どういうふうにご覧になりましたか。そうですね、まだこの時間ではちょっとまだね、きちっと掴みにくいんですが、ただ調整の段階ではややもするとこの今までの出来上がりがね、はい、ちょっといろいろとこう水漏れの話がいろいろ伝わりまして、そこのあたりはちょっと気になりますけども、はい、しかしアイアンあのパンチがですね、はい、必殺持ってさえすれば、ね、沈む可能性はまあ出てくると思うんですが、そうですね、ただダグラスが非常にいいですからね、ね、かなりこう締まっているような感じを受けますし、はい、さあ1ラウンド注目のゴングが鳴ります。タイソンはこの1ラウンドに17度 KO 勝ちを記録しています。ダグラスは5度記録しています。一瞬たりとも目の離せない第1ラウンドが始まっております。タイソンの最も短いナックアウト時間は30秒でした。1ラウンド30秒、果たしてそこにかけるか。マイク・タイソン黒いトランクス、白いトランクス、ジェームズ・バスター・ダグラス、11センチの身長差があります。速いジャブを出します。ダグラスです。今までダグラスの表情というのは変わらなかったんですけど、はい、厳しい表情ですね。今これはいい緊張ですね。そうですね、いいステップを組みます。相手が原田さん、はい、ダグラスの出足どうですか。そうですね、ボディブローからダブルを持ってしまいました。ダグラス打ち返します。戦
から一番僕ね今回タイソンもね、はい、あの両足がこう並んじゃうんですね、揃ってしまう、揃っちゃう、はい、そこが怖いと思うんですけどね、はい、でもあの非常にダグラスさんのジャブがですね、いい時は大丈夫だと思いますね、はい、ジャブがやっぱり止まった場合にはタイソンの攻撃が当たるんじゃないかと思いますね。ダグラスは左のジャブをあくまでも強く打っていく、ね、はい、あのジャブがいいといいですけどね、はい、これに対して浜田剛さん、はい、タイソンもですね、はい、練習の終盤に入って左のジャブを多用しましたね、はい、あのよくなりましたね、この左のジャブがグーンと伸びましたから、はい、ダグラス、さあタイソン左のジャブをつきます、ちょっとバッティングの注意が与えられました。メイランレフェリーです。31回目の世界タイトルマッチのレフェリーを務めます。ダグラスも今いいですね、はい、あのタイソン先手先手を許してないですから、そうですね、はい、長嶋さん、はい、試合前におっしゃっていたようにダグラスの調子がいいというのがこの第一ラウンドに現れてますね。そういうことですよね。ですから、まあ、この動きを見ますとやはり2回3回と勝負をかけているようなそういう感じを受けるようですけどね、はい、いかがですか原田さん。そうですね、今ストレートが出ました、はいはい、実はこれなんですね、はい、ファイティング原田さん、そうですね、ダグラスは左をついておいて、はい、タイソンが体を振った時に右を打つ、はい、そうですね、はい、タイソンあの左ちょっと下がりますからね、タイソン一発右のストレートをもらいました。第1ラウンド今度は右そして左のダブル、いい動きです。ダグラスタイソンはまだ止まっています、乗れてないですね、はい、右の振っ、あの足がね揃っちゃうと思うので本当に怖いですね。タイソン打たれています、ございますからね、おお右のアッパー、相手が出てくるところに右のアッパー、これもカウンター攻撃、リズム乗ってないです、はい、リズムができていないというマイク・タイソン、ここまではどうでしょうか。やはり試合前にいろいろ言われていた、あるいは成長のやや陰りが見えているということを言ってもいいでしょうかね、浜田さん。いや、まあ、まだ今回はまだそうでもなかったんですけど、はい、一発一発のパンチはまだあるんですね。連打の時の、なんていうんですか、あれがなかったんですね、タイソンは、はい、現在のところまで右のボディーフックから右のアッパーカットという、その右のダブルは1回しか見せておりません。第1ラウンド好調な時にはこれがよく出ます。おっと危ない、さあタイソンの左だ、この左のフックが危ない。さあ第1ラウンドの採点はどうでしょうか。難しい採点、10対10のイーブンです。第1ラウンドの終盤にこのタイソンの左の服が当たりました。浜田剛さん、はい、あのバスターダグラスはですね、練習中にもしばしば右のガードが下がるというのは私大変気になったんですけれども、そうですね、平気で打たすところ気になりましたけど、はい、やっぱり今日は相手がタイソンで打たしちゃいかんですからね。そうですね、一発打たしただけで倒れてしまいますから、はい、やっぱり表情もいいですね。ダグラスの表情は頭がぶつかります。あ、やっぱりダグラスくっつくと右のガード上げますね。はい、足玉さん、はい、赤コーナーですが、名越さん、低い姿勢から中に入ってジャブを出せと、早く動け早く動け、で相手を時には中に呼び寄せてもいいという話をしています。相手を呼び寄せる、はい、ジャブをたくさん出していって相手を呼び寄せろというような形ですね、やはりタイソンも左のジャブを多用しろというスノーウェルあるいはジェイ・ブライトトレーナーの指示が出ております。赤コーナーチャンピオンサイド、おっと細かいパンチを、おこれは素晴らしい、細かいパンチを打ちます、スピードもあります、打たれました、顔面を打たれました、ヘッドスリップを見せますが、もう少し体を揺さぶらなきゃいけない、そうですね、上から叩きつけるに、ダグラス素晴らしい、長嶋さん、いいですね、タイソンちょっと悪いですね、タイソン打たれています、第2ラウンド打たれています。立ち上がり1分、もっと体を振って浮かんでくるんですね、タイソンは。まっすぐにそのまま入ってしまっては餌食になってしまいますね。今日のですね、はい、タイソンはですね、やはりあの左が少ないですよね。左が少ない、狙おう狙おうという感じですね、はい、はい、ダグラスの作戦はいいですね。タイソンの射程距離に、入るとパッとクリンチしますからいいですね、はい、この辺は長い手を使います。リーチ差が16センチあります。いかんなくそのリーチ差をいかんなく発揮いたしまして、ダグラスが相手を抱え込みます。ナイスもあのジャブから入ってね、右のアッパーが右のアッパーの右服ですから、はいはい、やっぱあの放った方で突き上げたんですけどね、はい、どうしても入ってるね、簡単になりました。さあチャンス飛びた、ダグラス、いやいい感じですね、何べんもいいね、足が揃っちゃうんですよね。また揃ってますね、また揃ってますよ、タイソン、はい、右左、タイソンの左、この左は狙いどころ、マイク・タイソンです。一発はやっぱりタイソン調子悪くても一発あるんですね、連打のスピードはちょっとあの根拠はないですけど、はい、一発はまだあるんですね。だから非常にダグラスも一発だけで打たせて、2発3発打たせないすぐクリンチをしますね。非常に勉強してますね、はい、
長嶋茂雄さん、はい、2年前のタイソンはですね、はい、小刻みに体を揺すぶってそのまま中に入って攻めたんですよね。そうでしたね。あの懐の中に入るあのスピード感がね、はい、いやいやまだ出ておりませんね。今日はありませんね、ちょっとまだリズム乗れてないですね、はい、そうですか、はい、長い腕が邪魔です。マイク・タイソンです。右のストレートまともに食います。左のフックこれも食います。タイソン、ワン、ツー、あ、逃がった。タイソン打たれた、タイソン打たれた、タイソン打たれた。歴史が変わるか、東京ドーム。この試合にかけてきた意気込みをいかんなく思う存分このリングで叩きつけます。挑戦者のジェームズ・バスター・ダグラス破壊者。あ、タイソン悪いですね今日は。良くないですか。第2ラウンド終了しました。このラウンドは差が出ました。挑戦者のラウンドです。さあ激しい打ち合いがありました。それも一方的にダグラスが打った第2ラウンドです。このラウンドはダグラスがものにしております。さあ第3ラウンドです。芦澤さん、はい、赤コーナーですが、ね、タイソンコーナーとしてはですね、非常に珍しい、焦るな、焦るんじゃないという言葉が盛んに聞こえます。で、約束が違う、それじゃダメなんだ、フォーメーションが違う、ジャブを使って中に入れと同じようなことを盛んに繰り返していますがね、こんなに声を出すこのタイソンコーナーも初めて見ます。あ、そうですか。芦澤さん、はい、青コーナーですが、はい、今日のタイソン動きが悪い、恐れることは何もない、まっすぐ下がってはいけない、左を大きく使い、こういうことを言っています。なるほど。ダグラスにとっては伝説的なタイソンのボクシングも今日はただのボクシング。ワン・ツー、ビガパン、タイソン叩きつける動き返しました。あ、タイソン効いてますね。効いてますか。はい、効いてます。一発返したようにも見えましたけれども、ダグラスの方が効いてますね。左のジャンプ、タイソン無防備。タイソン効いてますよ。タイソン効いてますね。タイソン打たれています。1月の23日グレッグページとのスパーリングでタイソンが第3ラウンドにダウンを喫しました。これが世界中にあっという間に広がりました。自分では何ともない、あれはただ倒れてやっただけさと記者会見で語っておりましたチャンピオンのマイク・タイソンでありますが、ダグラス陣営はそこは捉えております。ダグラスは86年1月にそのグレッグページに判定勝ち、ページがタイソンをダウンさせたとなればダグラスはタイソンをノックアウトできると、このように自信を深めました。ここまでは挑戦者陣営が非常にノリに乗っているという感じであります。タイソンももっと体振らんといけないですね。はい、練習ではすごくいいリーグの練習やってましたよ、出ませんね、はい、今日は出ませんね、で入っていくときに入って何面もいいですけどね、はい、非常に、ね、真正面に立ちすぎるんですよね、だからそのアッパー、右のアッパーに右側の顎に突き上げるね、あれは打てないんですよね。なるほど、それと同時に浜田剛さん、はい、入っていくときのスピードもやっぱり足りないんでしょうかね。ちょっとあのキレがないですね今日は。キレがない、キレがないですね、はい、キレがあると右打った場合の左、左の返しの場合の右、はい、続けて出るんですけど、ちょやっぱり一発いっぱいで終わってますね。でうまくやっぱりダグラスも殺してますわ。はい、はい、長嶋茂雄さんは試合前に第3ラウンドあたりまで持ってくれれば試合が面白くなるというふうにねおっしゃっていましたけど、こんな試合展開になるとは思わなかったですか。そうでしたね。おっと、ダグラスのパンチがここから止まっちゃいかんですね。アメリカでやるのも同じ、東京でやるのも同じ、自分は与えられたチャンスを最大限に生かすと言っております。ジェームス・バスター・ダグラス、この東京ドームという素晴らしい環境でこの世界ヘビー級市場に新たな1ページを書き加えたいと言っております。白いトランクスのジェームス・バスター・ダグラス、ここまではことがうまく運んでおります。タイソンが相手の腕を抱え込むという珍しいシーンです。第3ラウンドが終了しました。このラウンドは10対10のイーブン。さあ第3ラウンドのダグラスの攻めを見ましょう。左から右、そして右のアッパーです。セオリー通り相手が出てくるところに右のアッパーを見舞います。さあこうなりますと、ファイティング原田さん、はい、タイソンとしてはどういう風に反撃に転じたらいいんでしょうかね。やはりですね、ウィービングをしながらあのジャブをですね、韓国で中にしたりですね、このウィービングですね。そうですね、はい、ただやっぱりこのダグラスのですね、はい、足が止まったらタイソンに打たれますね、うん、だからダグラスとしてはやっぱり足を止めないで、はい、あのジャブを忘れずに、ね、入ってくるところがやっぱミスショートですね。浜田剛さん、はい、
練習を見ている限りでは、はい、スパーリングでもですね、はい、4ラウンドのうち2ラウンドは非常にいい動きを見せていたダグラス、はい、あとの2ラウンドはちょっと休むようなシーンも見られたんですが ね、 そのあたりスタミナの不安というのはどうでしょう。そうですけど、ここ1週間前からやっぱりビシッと締めてきましたね、はい、ですからスタミナもそんなに心配することないんじゃないかと思います。そうでしょうね。毎朝1時間近く走り込みました。ダッシュの練習もしております。向こう側のジェームス・バスター・ダグラスです。一方のタイソンも毎朝走りました。ただ練習の中でスパーリングの数が少なかったこと、そしてサンドバッグ、日本ではサンドバッグと言いますけれども、現在はもうかなり普及している水を入れたウォーターバッグ、これを一度も打たなかったというのが私どもには大変キーに感じられました。サンドバッグ打たない場合 の手応えですね、手に伝わってくる感触、ちょっとつかめないんですね、サンドバッグ打たないと。そうですか、はい、ですから一般的には仕上げの段階ではそのサンドバッグあるいはウォーターバッグを打って最後にその感触をつかんでリングに上がるという、はい、それを今回1回も行わなかったタイソン陣営です。ちょっと今タイソン、はい、リズム良くないですから、相手の今までのタイソンというのは相手のパンチを避けたと同時に入るんです ね、 そうですね。ですから今日はそのパンチを切ってますから、はい、この、入ることよりもまずはパンチを全部外すことですね。まず外すこと、そう言っているところから右のパンチをもらいました。まずはパンチを外してリズムを掴むことですね、打つことよりも、はい、試合は第4ラウンドに入っております。ここまでまだ試合の主導権を握っておりません。試合の主導権を握っていない黒いトランクスのマイク・タイソン、これまで6度の防衛を記録してまいりました。すべてナックアウト待ち。最初もっと体振らんでいくんですね。左からダブル。カウンターです。このカウンターもよく当たります。第4ラウンドも残り20秒を切りました。リードボディーブローです。あれですよね。ただダグラス陣営はこのボディーブローに対しましてはメディスンボールを選手に投げつけてもらいましてボディーを鍛えております。さあここで足が来た、足がもつれている、ダグラス足がもつれているぞ、チャンスだ。激しいミックスアップからゴングが鳴りました。第4ラウンド10対9ダグラスのラウンドでありますが終盤猛攻です。タイソン、この試合初めて見せたタイソンの左のショートです。危ないですよ。ここでちょっと足がもつれました。でもタイソンやっぱりこの一発パンチ振る場合の速さは速いですよ。速かったですね、はい、これで流れが変えることができるか。タイソンこれを気合ってですね、はい、力が入ってるとですね、倒そうと思うとちょっと上手くないですよ。いつものタイソンと違ってジャブがないですね。そうですね、ジャブが入ってから速い、はい、でもダグラスがすごく上手いんですよね、はい、入ってからすぐですね打たせないようにクリンチをしてね。試合は第5ラウンドに入っております。第1ラウンドから第4ラウンドまでほとんど主導権を握っているダグラス、またワンツー。タイソンのまぶたが腫れてまいりました。目の上が腫れています。マイク・タイソンです。タイソンまさか自分でそうなると思わなかったんで、びっくりしてるんじゃないですか、はい、去年2月、1年前のフランク・ブルーノ戦は8ヶ月ぶりのリングでした。マイク・タイソン前半3ラウンドまでは自分のリズムをつかみませんでした。しかし第5ラウンドについにフランク・ブルーノを破りました。しかし今日は第4ラウンドまで自分のリズムをつかみ込むことができません。黒いトランクスのチャンピオン、これはブロックします。浜田さん、結局あのタイソンが入らないのはあの左のジャブが結構数多く打ってるし、これジャブなんか、タイソン打たれた、ダグラスチャンス、邪魔なんですね。タイソン勝っています。今までのタイソンが、はい、この左ジャブを避けながら入ってくるでしょ、はい、そのジャブが邪魔で切って入れないですね、はい、タイソンの左、前回の東京ドームの試合ではマイク・タイソンが今回よりも2キロも少ないウェイトでリングに上がりました。長嶋さん、はい、あの時には本当にツヤツヤと黒光りして、ね、素晴らしい体でした。もう審議体も完璧でしたからね、はい、リングに登ったのは、やはり先ほどあの船越さんがリポートしておりましたけども、はい、トレーナーとのそのゲームの構成がですね、どうもギクシャク、チグハンが面がですね、攻めがね、生じて、うん、どうも絡まりしているような感じを受けるんですよ。あ、そうですか。いかがですか原田さん。いや、その通り、はい、僕も、
が今回来た時ですね、非常にトレーナーが変われば、こうも変わるかなって言ったことも昔でも話したことありますね。そうですね、今週内容は変わりましたね。やはりあの前任者のケロニルーニーはですね、完璧にもう強制から頭から抑えてね、100% 作り上げた男でしょ。どうも今回 のスパーリングとか練習見ますと、ね、ややもするとこうタイソンに妥協してるようなそういうプログラムを受けましたからね。なるほど、はい。まあ、タイソンの意見を大きく取り入れよう、取り入れようという姿勢が、ね、ありましたね。ユーミの大人扱いしたというところでしたでしょ、はい。そのトレーナーはアーロン・スノーウェル、そしてジェイ・ブライトです。しかしアーロン・スノーウェルはこれまでに3人の世界チャンピオン、現役のジュニアミドル級のチャンピオンのジュリアン・ジャクソンをはじめ3人の世界チャンピオンを育てた名トレーナーであります。従いましてアロン・スノーウェルにも自らのその指導の持論というものがあります。おっと、激しい打ち合いで第5ラウンド終了しました。このラウンド10対9、またまたダグラスのラウンドです。さあ、またダグラスの攻めをご覧いただきましょう。ワン・ツー・スリー、リーチをいかんなく発揮してこのタイソンの顔面を捉えました。ダグラスのパンチが依然として冴え渡っております。試合は第6ラウンドに入りました。東京ドームビッグエッグ。足澤さん、はい、5ラウンドが終わったところで赤コーナー陣営初めて氷を取り出しまして、右目の上が腫れているんですが、その腫れを取ろうということですね。かなり腫れてますよね。で、両トレーナーも座って見ていたんですが、はい、第4ラウンドあたりからもう行っても立ってもいられないという感じで立ち上がりました、で先ほどね、なんでパンチをもっと出さないんだ、待っていると相手に自信を与えてしまうぞというコメントも聞かれました。なるほど。足澤さん、はい、青コーナーダグラス陣、もう勝利を確信しているかのようです、全員立ち上がって興奮しています。全てがうまくいっている、はい、こう話しています。いいショートアッパーです。このクリンチワークからのショートアッパー、あるいはショートフック、これはタイソンの狙いどころでもありますが、今日はもう一つ威力がありません。おー、ナイスです。ミナッパーです。タイソンです。一発一発の強打は先ほどから放送席でもお話がありますように、タイソンにもまだまだ衰えはありません。タイソン1対1の場合の2発目が出ないんですね、はい。浜田剛さん、はい、まあ、タイソンはですね、今回は7ヶ月ぶりのリングということで、はい、前回去年の2月の試合が8ヶ月ぶりのリング、はい、やっぱりこういうブランクがあるとね、はい、勘の戻りが遅いということもあるんでしょうかね。あの、それはやっぱりスパーリングで補うんですけど、今回はスパーリングでもちょっと良くなかったですから、はい、まあ、ここ1週間に来てペースに戻したかなと思いましたけど、リング上でちょっと良くないですね、やはり頭では分かっていても、その自分で体が動いていけない、そうなんです、ね、それにもどかしさを感じているのかもしれませんね。そうですね。ですから状態不良というのはセコンドからも指示は出てるんじゃないかと思うんですよね、左のストレート、本人は分かっているのがうまくいかんなと思ってるんじゃないですかね、はい。しかしこんな苦戦を強いられるとはおそらくアーロン・スノーウェルも思ってはいなかったでしょう。こういう一発が当たればいいんですけど、ダグラスの集中力もすごいですからね、はい、この一発に対しての集中力っていうのは、相手の対戦のパンチを避けようとする集中力がすごいですね。87年の8月にトニー・タッカーを破って統一王者になりました。黒いトランクスのチャンピオンのマイク・タイソン、その後87年の11月にタイレル・ビッグスを破りまして統一タイトルの初防衛を果たしております。この時が7ラウンドテクニカルナックアウト勝ちでありました。その後は4ラウンド、2ラウンド、1ラウンド、5ラウンド、1ラウンドといずれも早いラウンドで勝負をつけております。今日はすでに第6ラウンドまで試合がもつれ込んでおります。果たしてそのタイレル・ビッグス戦の7ラウンドを超えることになるんでしょうか。チャンピオンのマイク・タイソン、足澤さん、はい、リングサイドは、はい、リングサイドの2列目で見ておりますホリーフィールド選手ですね、さっきまでは身を乗り出してたんですけどもね、だんだん後ろに下がってしまいまして今腕組みをして見てますね。あ、さあ第6ラウンド終了しました。このラウンドもダグラスです。今日のこの試合の模様は世界31カ国に衛星生中継をされております。録画中継も含めますと50カ国に放送されております。今日のこのビッグイベント、タイソン打たれています。試合は第7ラウンドに入ってまいりました。防衛戦の中で最も長いラウンド、それを経験しております。マイク・タイソンチャンピオン、アメリカに衛星生中継を送っております HBO ホームボックスオフィスケーブルテレビ、その放送席にはシュガー・レイ・レナード、あの12月7日にロベルト・デュラントスーパーファイトを行いましたシュガー・レイ・レナードがコメンテーターとして入っておりますが、タイソンはそのレナードとともに80年代の最優秀選手に WBC から選ばれております。
今日のこの試合は WBA、WBC2 つのタイトルをかけて争われております。統一世界ヘビー級タイトルマッチ。ミーナ・パーカット、ボディを浅く捉えました。タイソンです。こうして見ておりますと、ファイティング原田さん、はい、ダグラスの顔面はあまり腫れてませんよね。そうですね、パンチが届いてないと思います。届いてない、うん、はい、あの思い切って一発一発ですからね、はい、やっぱりタイソンとしてはですね、タイソンのそのガムシャラの腕のカバーの上からでも打ちね、そういうあれが印象に残るんですけどね、非常に今日はないんですよね。逆に休んじゃうでしょ、休んじゃう、自分の方からこう崩すような感じもありますからね、あれはアッパーを気をつけてるのかも分かりませんけどね、はい、ボディーブローです。そう、上からでもいいんですよ、タイソンパンチあるんですからね、はい、だからそういうとこからやっぱり自分のペースを振っていかないと上手くないですね。一緒に休んだらこのままではいけないです。おっと、右のマサカリのようなナタのような素晴らしいフック。浜田剛さん、はい、それとですね、はい、先ほど村山アナウンサーから、はい、ダグラス陣営の話がありましたが、はい、ダグラスは今日のタイソンのパンチ力はあまり強くないと見てるんでしょうかね。大体前半やれば相手のパンチがどれだけっていうのは大体感じてくるんですね、はい、ですからこの最初 のタイソンの一発目避けてますから、ですからその一発さえ外せばっていうのがもう出てたんです ね、ダグラスの方には。それと長嶋さん、はい、やっぱりタイソンには今日スピードがないなっていうのはダグラス分かってるでしょうね。でしょうね、当然それだけのもう情報入ってるんでしょうけども、ますますやはりこうやって全般主導権握ってきますとね、自信は持つでしょうね。さあ、そうなりますとファイティング原田さん、試合は後半にこう入ってるわけですけれども、こうなると両選手のスタミナということがね、だんだんこう問題になってくると思いますが、そうですね、はい、こういうでも調子に乗ってきますとね、ダグラスも調子に乗ってきますと思いますよ、ただやっぱりダグラスも、スタミナの問題だと思うんですけど、足が止まればやっぱりタイソン打たれると思うんですね、でもこの調子だと大丈夫だと思いますね。大丈夫ですか、はい、タイソンはやっぱりそれを払ってですね、やはり自分のペースに持っていくためには一発で一緒に休んじゃダメですね、はい、先手先手を逆に取りたいタイソンですね。そうですね、一発打ってなんかこう力が入ってフィニッシュされちゃうような感じですからね、やはりそれを振りほどいてですね、いくような気持ちを見せてもらいたいなと思います。おーっと、空振り、バランスを崩しましたタイソン。左フックなんかでもいつものであるこの左フック打った後に右が返ってくるんですけどね、はい、このラウンドは10対10の互角であります。さあ、右赤コーナーのタイソンにとりましては2年半ぶりに経験する8ラウンド、その2年半前に統一世界ヘビー級の王座についた時が判定勝ちでした。2年半ぶりに経験する8ラウンドに突入しております。右側マイク・タイソンです。一方のジェームス・バスター・ダグラスはここ2戦は判定勝ちの試合でした。連打だったですよ。タイソンがボディ狙いに来ました。続きませんね、あの連打がね、いいですけどね。タイソンの左のパン、ダグラスの動きが止まると危ない。タイソンの強打が爆発します。タイソンちょっと口で呼吸をします。ダグラスの呼吸が心持ち荒くなってまいりました。足澤さん、はい、赤コーナーですが、タイソン陣営ついに先ほどね、もっと自信を持ってやれ、自信を持って先にパンチを出すということですね。で、技術的には中に入ってボディからアッパー、下から上へ打ち上げろというような指示が出ています。本来のパターンなんですよね、それがね。足澤さん、はい、青コーナーですが、はい、ダグラス陣営からはパンチが大振りになっている、うん、ショートレンジ、ビースマートという声が聞こえています。ビースマート、なるほど、的確にパンチを与えろ、当てろという指示が出ております。青コーナーです。今日のこの試合、リングサイドではあのアトランティックシティのホテルやカジノ、そしてニューヨークのホテルや、あるいはトランプタワーの所有者として、有名な不動産王のドナルド・トランプ夫妻も観戦中であります。そのドナルド・トランプさんが所有しておりますアトランティックシティのコンベンションホールで6月の18日、次期挑戦者 WBA、WBC1 位のイベンダー・ホリフィールドとの世界戦が予定されております。先ほど徳光アナウンサーから、その、徳光さんからホリフィールドのコメントが入りました。ややちょっと状態を反らしてこの試合を見守っているというイベンダー・ホリフィールド。足澤さん、ホリフィールドはですね、口をへの字にいたしまして手を広げてますね。おー、ノーという感じですか、ね、つまりどういう試合だこれは。なるほど、信じられないというか、はい、下がりましたね。タイソンの左の目がちょっと下がってきましたね。はい、左のリードパンチが刺す。さあ、ここは打つぞ、ダグラスが打つ。東京で、日本で、
ヘビー級の歴史を変えるんだというダグラス、歴史を変える瞬間をあるいは自分で感じ取っているかもしれません。ダグラス右、相手が入ってくるところに右のアッパーを突き上げます、あるいは右のストレートをカウンターします。今日のダグラス思い通りの試合、タイソン交代、さあタイソン打たれた、ボディーブローだ、ダグラス打ち、ちょっともうタイソンの左目見えないですね。見えませんか、距離の撮影ができない、こうあれだけ下がってしまうと相手の右のパンチが見えないと思うんですね。右のパンチが見えない、はい、はい、そこでダグラスは右を連打する、ワンパンチ、ワンパンチ、さあ立てるかダグラス、ダグラス立てるか、ダグラス立てるか、立てないか、立てないか、ダグラスどうだ、足に来ているか、ダグラス立ったがどうだ、やらせる、やらせる、さあストップでゴング、第8ラウンドゴング、ワンパンチのダウン、タイソンチャンスですよ。タイソンの強打がようやく爆発しました、右のショートアッパーチャンスですね、ここはタイソンチャンスですね、だ僕はねアッパーでしょ、はい、いつはアッパーが出るかと思ったんですよね。さあダグラスに油断があったのか、ダグラスちょっと鈍りましたね、スピードが、そうですね、はい、タイソンのスピードが蘇ったのか、第9ラウンドに入っております。第8ラウンドに波乱がありました。第7ラウンドまで圧倒的にリードされていたタイソン、ダグラス構成、タイソンピッチコートですね、あっとこれで左目見えないですね、見えませんか、はい、相変わらず左の目が細くなっています、ちょっとこれだとあの距離感がつかめないんですよ、マイクタイソン、はい、橋田さん、今のですね、チャンスですね、聞きます、聞きます、ごめんなさい、ホリフィールド、つまり次期挑戦者は今のあのダウンで流れが完全に変わると、はい、また身を乗り出し始めました、そうですか、さあタイソンの右のショートアッパーで形勢が変わりますか、この回をもう少しね、詰めてもらいたいですね、タイソンに、タイソンに、ダグラスがかなりダメージを受けております、さあこうなりますとファイティング原田さん、はい、ダグラスとしてはですね、あるいはポイントの計算をするもんでしょうか、それともいやそこまでは考えてないんじゃないですか、もう今そうですか、はい、この段階じゃもうポイント考える状態じゃないと思います、そうですか、はい、しかもヘビー級ですからね、倒すか倒されるかです ね、はい、ですからね、長嶋茂雄さん、はい、待ちに待った右のショートアッパーでしたね、出ましたね、これだけタイソンが打たれたのも僕は初めて見たんですが、はい、ハードパンチャーだけじゃなく打たれないのもタイソンの魅力であってね、しかもあのミラクルの下からのアップが決まりましてね、これで起死回生的なものが出るかどうかね、そうですね、自信持ったんじゃないでしょうか、しかしこのラウンドで打たれてはまた元の、そういうことですね、タイソンも疲れている、大振りが目立ちます、いやこれがヘビーヘビー級ですね、素晴らしい打ち合いだ、まさにコンチャルの戦い、いや今日のファイトすごいファイト、これすごい、タイソンの左、ダグラスのワンツー、ダグラスチャンス、ダグラスチャンス、あっと惜しい、よく持ちこたえたタイソン、いやヘビー級で汗が飛んできますね、もう一発で変わりますからね、本当にこれがヘビー級ですね、そうですね、打たれながらもタイソンも左を返した、今日のこのリングサイド15万円は決して高くない、あータイソン左が完全に見えないですね、第9ラウンドを終了しました、このラウンド10回中、セントラルヘリコプター、いやーすごい打ち合いがありました、第8ラウンド、そして第9ラウンド、ディフェンダーホリフィールド、そのコメントを今もらいたいと思いますが、さあ試合は第10ラウンドです、タイソンが打ち上げるヘビーパンチ、試合は12ラウンドです、今のところはとりあえずダグラスがすごい優勢です、ということですね、橋田さん、はい、タイソンのラウンドはあの第8ラウンドのダウンを奪ったシーンだけ、ここまではダグラス優勢というホリフィールド、しかしまあ余談になりますけども、ホリフィールドもタイソンをずっと狙ってきて、もしここでダグラスに勝たれてしまうとね、
ターゲットがガラッと変わってしまうというね。芦田さん、はい、今ホリフィールドさんがこちらに肩を叩いていったんですがね、今気分としては非常にピリピリしてると。あ、分かりますね。はい、タイソンくっつかったですね。タイソンの左の目が完全に塞がりましたか。左目を塞がりました、はい、大きく腫れております。左のまぶた、タイソンこの辺で右のダブルなんか打つと良くなるんですけどね、はい、あ、やっぱり見えないですね、今のガードの仕方なんかは。あ、そうですか。あ、見えない。あ、私も思わず興奮してしまいましたが、リング上のこの混乱ぶりをご覧いただきましょう。ドンキングプロモーター、タイソンが一度も立ち上がることができませんでした。放送席、はい、新チャンピオンです。村山さん、どうぞ。Congratulations! James, congratulations! How do you feel now? I feel good. I feel really good. I was thinking about Japan and making me feel at home. 大変嬉しいですと、日本の皆様にアットホームな雰囲気の中での試合が本当に嬉しいということです。新チャンピオン、日本のファンの皆さんにメッセージをお願いします。Can we have one message to the fans?I love you, Japan. I love you. I love you with all my heart. You treated me great. You treated my family, my entourage. You treated us with utmost respect. I love you. 愛してますと。皆さんも本当に愛してますと。来てからすごいよくしてくれて本当に感謝してますと。ありがとうございます。I told you I could do it. Hi, Pam. This is Robert. I love you. 放送席どうぞ。はい。ジェームス・ダグラス、ニューヒーローがこのビッグエッグから誕生いたしました。ヘビー級の新たな歴史の1ページを刻んだダグラス、そして敗れました前チャンピオンのマイク・タイソンであります。それではあの本来でしたらおそらくマイク・タイソンをね、予想していた、マイク・タイソンが勝つというふうに予想したと思うんですが、挑戦者によってされておりました、ホリフィールドさんに、リングサイドにいらっしゃいますので、ちょっと聞いてみたいと思います。僕もちょっと興奮しちゃってるんですが、彼は割合と冷静のようになります、どういうふうに今日の試合を見たか。 How do you feel about the fight now? Well, it was a great fight for Buster Douglas. He went out and did what he had to, and he was able to keep Mike in trouble, and he was able to beat Ferguson for the good fight when he won the fight.ダグラスにとってすごい最高の試合でした。常にマイク・タイソンを懲らしめていて、すごくダグラスにとっていい試合だったと思います。こういう結果になると思ってました。Well, I was expecting Doug to fight a good fight, and whoever won is just the best man, and Doug is the best man tonight. 別にどちらが勝つということは考えてませんでしたが、ダグラスはかなり健闘するとは思っていました。ダグラス選手と今度は試合することになるわけですか。ダグラスのつまりチャレンジャーになるわけですけども、それはどうでしょうかね。 You'll be challenging Douglas next, so how do you feel about that? Well, I feel good. My goal is to be the heavyweight champion of the world. Things happen and really don't make no difference who I beat. 今度ダグラスが世界一になったというわけですから、彼に挑戦することはすごく頑張りたいと思っております。今日の試合はどちらが勝ったからっていうよりも勝った方がとにかく一番なんですから、その一番の人と対戦できることを嬉しく思います。表情から察しますと勝つ自信がありそうですね。I'm very confident, always been very confident.
自信がなかったことは今までありません。ぜひ頑張ってください。 So we wish you good luck. Thank you. Thank you very much. ということです。はい、189センチの長身を折りながら答えてくれましたイベンダーホリフィールド。6月18日にアトランティックシティの試合が予定されております。1分23秒10ラウンド1分23秒。芦澤さん、はい、今タイソンはリングから降りるところです。はい、で左目が大きく腫れております。左目は全く見えていないという状態です。ああそうですか。意識の方ははっきりはしているんですが、はい、今ちょうど赤コーナーから降りるところ、HBO もですね、私どももちろんコメントを求めようと思ったんですが、残念ながら今のところノーコメントということです。なるほど、公式のナックアウトタイムが第10ラウンド1分23秒第10ラウンド1分23秒歴史が変わりました。タイソンが王座から陥落いたしまして、新しいチャンピオンがこのビッグエッグから誕生したわけであります。この瞬間をテレビ画面を通して、そしてこの東京ドームの大観衆とともに、さらに世界31カ国のテレビ視聴者とともに、皆さんが歴史の証人となったわけであります。今日はこの試合の模様、7つの異なった映像を7台のスロービデオに収めておりますので、後ほどたっぷりとナックアウトシーンをご覧いただこうと思いますが、それではここでコマーシャルをご覧いただきます。まだジェームス・ダグラス選手はHBO アメリカの有線テレビのインタビューを受けておりますが、それではここで第10ラウンドの模様をもう一回振り返ってみようと思います。ファイティング原田さん、はい、第8ラウンドにタイソンがダウンを奪ってね、はい、これで流れが第9ラウンドから変わるかと思った、しかしダグラスが頑張りましたね。そうですね、9回にですね、やはりコンディションも悪かったんでしょうけども、あの回に追い打ちをかけてもう少しダメージを与えておけばよかったと思いますけどね。やっぱりそれを追う足がなかったというところに今回の勝負、そのやっぱり調子が悪かったんでしょうね。それと浜田さん、はい、再三ご指摘のあの左の目がほとんど見えなかったというね、完全に見えなくてですね、ああなると距離感がつかめないんですね、特に相手が遠くに見えるんですね、打たれて気がつくんですね、あこんなにこういう距離だったのかっていうのは。あそうですか、はい、ですからタイソンが左のガードを上げるところですね、ああいうところやっぱり見えなかったんだなと思いますね。なるほど、左目をかばうっていうんですか、見えないんで左のガード上げるんですね。はい、長嶋茂雄さん、はい、これだけの選手でもやはりハンデを背負って試合に乗るということは大変なことなんですね。そういうことでしょうね、特にこれだけ、まあ、防衛を加えながら、いずれは何回もにはやっぱり破れるということは本人は十分もう100も承知の上でリングに上がるんでしょうけどもね、今回私ね、一番そういう不安の多くの材料から見ると、やはりあの前任者のあのルーニーコーチとのね、あのコンビネーションのうまくいったものが、今度の新たなあのコンビの視点がね、どういう形でそのゲームをね望むかという、そこだったら非常に僕興味の一番最大のところであったんですが、先ほども話ちょっと出たように、若干のギクシャを感じたものがね、やはり懐に入れなかった、そしてインファイトできなかったというような、そういうものに現象として起きましたね。非常に僕は個人的にはね、タイソンを応援したい、絶対負けてはいけないという、まさに不正室の、ね、大チャンピオンでしたからね、絶対負けてはいけないというね、そういう願望意識があったんですが、やはり勝負ごとでもこれだけ世界のねチャンピオンでも油断でもするとやっぱり負けるんだなという実証しましたですね。芦澤さん、はい、タイソンなんですが今控室に入りました、はい、それで非常に目が腫れているのは先ほどもお伝えしましたが、この控室に入るときにわずか4段の階段だったんですが、自力で降りることができませんでした。両脇にトレーナーが抱えられてですね、足はもう全くふらついていて、自分では歩くこともできないという感じで控室に入ったんですが、全ての報道陣をシャットアウトして、今ジェイブライト、アーロン・スノーウェルトレーナーと3人今控室に入っています。なるほど、それほどやはり第10ラウンドまでに受けたダメージが大きかったということになりますね。原田さん、そうですね、100キロぐらいの人はねやはり打ち合うんですからね、ダメージがあるでしょうね、それだけね。それではもう1回その KO シーンをご覧いただくことにいたします。また別の角度からです。右のアッパーからです。ここはもう完全に主導権を握って、そして最後は固め打ち。まあ、浜田さん、やはりダグラスも強者、歴戦の勇者ですね。相手が左の目が見えないと思うと右を徹底的に攻めてきた。これが勝負の世界ですね、本当に。
小さい頃は本当に泣き虫なね、幼い子供だったということなんですけれども、一度怒らせると素晴らしいというか、すごいその気の強さを発揮したというダグラス、そこからバスターという名前をおじいさんがつけたそうですが、まさにここでそれが実を結んだんですね。しかし強いチャンピオンが負ける時というのは寂しいものですね。そうですか。これがやっぱり勝負の世界ですね。まあ、興奮の後は本当にこう何かこう寂しさを感じるというか、今放送席の元世界チャンピオンの2人はそんな考えを持っていらっしゃると思うんですが、まあ、これでダグラスは次の目標に向かって、つまり防衛という目標に向かって、これから今日からもう歩み始めなければいけないわけですけれども、ファイティング原田さんはこのダグラスのチャンピオンとしてもどういった期待を持っていらっしゃいますか。そうですね、もう一度ですね、僕ね、タイソンにですね、またもう一回ベストコンディションですね、このダグラスに挑戦してもらいたいと思いますね。なるほど、ね、はい、さあそれではここで、コマーシャルをご覧いただくことにいたします。今までのマイク・タイソンの対戦相手というのは必ずもう、タイソンを恐れていたんですね、事前にどうする、変わらず、ダグラスが全く恐れずに自分のペースで戦ったという、これは、勇敢な試合でしたね。調子を出させるまでに至らなかったというのが、そうですね、いい試合でした。さっき芦澤さん、はい、ダグラス側の眼鏡をかけたちょっとお腹の出たトレーナーかコーチの人いらっしゃいますね、JD ですか、あ、という方なんですか、はい、僕お名前存じ上げないんですけど、その人がですねホリーフィールドの方を指差しまして、次はお前だと、4ラウンドで絶対倒してみせると、あ、そうですか、アトランティックをなんか楽しみにしてるみたいなこと言ってましたね。なるほど、いやそれにいたしましてもどうですかこのダグラスのその強さと言いましょうか、今日の試合を山際さんに振り返りまして、というよりもね、ヘビー級のボクシングの素晴らしさと言いますかね、それを本当に目の当たりに感じましたね、そうですね、驚きよりも感動ですね、これは、タイソンがあれだけ打たれ強いというのを僕初めて見ましたね。そうですね、長嶋さん言ってましたけどもね、そしてパンチ力も、ちょっと惜しいところありましたけどね、まあでもこんなにすごい試合が見られるとは僕は、こんな席でね、本当に放送関係者でよかったと思いますよ、感動ものですね、これは絶対見られる試合ではないと思います。徳光さん、はい、現在のタイソンですが、お願いします、目の上を冷やしながら自力で歩き回ってるそうです、で控室で今試合を行ったその反省をおそらくしているんだと思います。あ、そうですか、芦澤さん、はい、村山さんどうぞ。ダグラスもようやくウォームアップルームに戻りまして、今アメリカの ESPN などのインタビューを受けています。はい、実はですね、我々ねタイソンがどういう顔で出てくるかということを楽しみにしておりまして、控室のところで待ってたでしょ、待ってました。そうしたらば、いわゆるチームワークの乱れではないんでありましょうけども、かなり親衛隊が待っているところに、ね、タイソン現れずに全然違うところから先に入ってしまった、そういったようなところにもですね、若干の今からして思いますとタイソン側に乱れがあったのではないかなというような気がしてならないわけであります。それにいたしましても本当に感動的な、まさにヘビー級の試合というのを、目の当たりにいたしまして、まだ興奮しております。山際さんもそうでしょ。そうです、そうですか。長嶋さんも背中が震えてます。初めてのダウン、タイソンが初めてのダウンです。プロに入って初めてのダウン、屈辱的なダウン、そしてしかもナックアウト負けか、ナックアウト負けか、歴史が変わった、歴史が変わりました。タイソン、この放送はサントリー久光製薬、トヨタ自動車パイオニア、大塚製薬、山一証券、アメリカ薬店、浅田アメセントラルヘリコプター、新越化学グループと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。